今日は特に動画としてね、何かこれといって変わったことをしようとかいうことは全然思い浮かばないんですけど、とにかく作業が終わって遅れてるので、終わってないんでね、ひたすらやっていこうと思いますけど、剪定作業をね、あとここら辺かな、この並びは、うん、作業をやろうかな。ただ葉っぱの掃除してるだけのような作業になっちゃうかもしれませんけど、特に変わったこともなく、まあとにかく作業していきましょうか。松をやる前にちょっと気になってる楓がいて、こいついつまで経っても落葉しねえなと思ったら、ああやっぱでも触りは落ちてくからもう終わってたな。うん、こいつな、ちょっと待てよ、どんな木だ。この木は正面がまだ決まってないんだよな、ちゃんとな。どっちでもいいんですけど、どっちが正面でもいいんですけど、こっちかな。ハサミ持ってきました。まあね、どっちが正面でもいいんだけど、とにかく頭が2つついてるんで、この木ね、1個外したいです。ここの間がちょっと気になるな。優しい木でいいって言えばいいんだけど、まあこれ取っちゃいますか。ちょっと待てよ、これ送りの枝がない可能性があるな。ちょっと待て、これで、これいらん、あれ切れないで、うん、あんまり息にならなかったかな。どこか、さてとどうしよっかな。ここね、今切ったとこ、じゃあ切っとくで、全体に切れるところは切り詰めて、ここもいらん、ここもいらん、うん、こんなとこかな。戻せるだけ戻して、あ、結局どっちでもよくなっちゃった。どっちでもいいな。うん、まあでもこっちからだとバカみてえだからさ。あと木がここ真っ平らに見えるよな、ここな。あやっぱここで奥行き取って頭こっち振ってくるのがいいかな。この枝が立ちすぎてるかな。もう曲がんねえやな。ちょっとしか曲がんないです。曲げた方がいいのかな。まあ曲がらんな、こりゃ。だとしたらこっちの方がいいのか。あー、この枝が曲がらないから自然についてるこっちがいいのかな。じゃあここまたさらに一段頭の位置変わりそうだね。あ、まだ前途多難だ。まあこれもさっきちょっとやったんだけど、うん、こっちの方が分かりやすいな。よし、とりあえずちょっと剪定が遅れていた楓で2本作業しておきました。そんなことより待つやろう。さて、水かけてたらちょっと遅くなっちゃいましたけど、大体芽の伸びはいいぐらいかな、ちょうどいいぐらいかな。ちょっと大きいやつもいるけど、まあ順調に伸びたみたいです。さて透かしていきましょうかね。どっかいらないとこあるのかな。そろそろなんか幹の太さに対して枝が多すぎる気がします。さて剪定しながら考えましょうか。よし、でも舐めて頑張るか。あれ、古葉がないぞこれ。
飲んで、まあいいよ。ちょっと強いね。ちょっと間延びしちゃったな、ここら辺。取っちゃった方がいいのかな。ひょっとしたらいらんかも。この枝自体が。頭ですけど。ああ。こっちもいいのかな。後で考えよう。頭がちっちゃな芽がたくさんついてる。4つも残しておけばいいか。ここはよいしょ、ここはついてない。バーナー伸びしてる。2つかな。ここはちょっと多いぞ。これ取っちゃおうか。取っちゃおう。多そうだったので取っちゃいました、枝ごと。枝ごとというか芽ごとか。さてこんな感じでどんどん進めていきましょう。ここもな、5枚ぐらい残ってりゃいいんだよ。まずフルハ取って5枚中の5組っていうのだけ残せばね。で2目あればいい。次はここ。ここも多いな。きっと余分な芽がついてるんだよな、こういう時は。ね、後で考えよう。わかんないところは。これいいな。どんどん行くよ、どんどん。ここはちょっと下でちっちゃめだね。うん。うわ。この影に1個あるんじゃないか。目がいらんな。これでハスカシは終わったかな。よし、ちょっと雑な面もありますけど、これでやめときましょう。下の葉っぱはこれは芽切りしてなくても間延びしてるね。切り揃えないで残しましょうかね。せっかく長いんで、来年こっから強い芽が出てきて芽切りして枝増やせると思いますけど。さて、いらないとこありそうだな。さて、ちょっと枝減らしましょうか。ここね、木の足元ちょっと見づらくなってるんで、一つ枝減らしときます。取れないぞ。枝減らしました。すっきりしたんじゃないかな。うん、いいね。あとなんか変なとこから立ち上がってきてる芽が1個あって、こっち、横の芽を伸ばしたいので、こいつは今回切っちゃおう。うん、ほんと針金でこいつを押さえ込みたいけど、まあ、ちょっと忙しいからな。で、これ奥行きがありすぎるから、一番奥、弾きましょうか。この枝一本弾いて、もっと切ってもいいんだけどな。もう一丁切っちゃうか。よし、クリア。はい。お、いいんじゃないでしょうか。結構軽快になりましたけど、まあ長い葉っぱ切りたいとこですけど、映ってなかった。長い葉っぱちょっと切りたいけど、うん、いい感じです。また映ってなかった。はい、終了。何時？あ、もうお昼だ。お昼になってしまいました。とりあえずここまでだな。はい、次はこの剣貝持ってきました。肥料は切れてる。こいつはもともと模様木だね。これもね、模様木をひっくり返した。で、ここにあった根を抜く羽目になったから、ここに1個傷があります。ちょっとこれ埋めとこうかな。さて、こういう傷はだよ、カットパスタでさ、カットパスタね。でだ、
こんなにいらんな。こいつでまず埋めてだ。で、うん、他の松からね、あ、映るかな、取れちゃった皮が落ちてるんでね、こういうやつをどっちがいいかな、ちょっと色があれだけど、うん、つかないかな、上手に、よし、ちょっと濡れてるんで色が違いますけど乾けば一緒でしょ。うん、はい、ちょっと濡れてるから色黒いけどね、乾けば一緒になっちゃうと思いますけど、これで作業に取り掛かろう。大体長さはいいみたいだね、目の長さは、新芽の、まあ、もうちょっとちっちゃい方がそれはいいに越したことないんだけど、あ、ここら辺どうなってる、奥の方から出てきちゃってるな、いるのかね、これいらないのかね、感じで全部をやっていきます。ちょっと時間かかるぞこれ。さて、これでほぼ終わりでしょうか。ようやく、まあ葉っぱ切り詰めてもいいけど、切り詰めなくてもいいかな。ちょっとな、多いな、あ、これいらんわ、これいらんよ、よし、はい、終了、剪定が終わりました。あれからまた一つ下玉のここのとこ取ったんで、どうだろう、結構枝というか芽を減らしましたね。あと皮が1個落ちてました、どっか取れちゃったみたい、どっか取れたんだろう、うん、あ、ここら辺だろうな、ここちょっと取れちゃったみたいです。どっかから持ってこなくてもここ埋めれたんだな、うん、うん、ということで、ここの傷もちょっと分かんなくなっちゃったでしょね。といって、まあこういうことして売っちゃいけないけどね、自分で育てて遊んでる分にはこういうズルもありで、ということで、はい、この木は終了、はい、次はこんな剣貝持ってきました。以前紹介したな、これ作ってる時にな、多分ね、よし、作業しましょうか。もう肥料いらんな。ちょっと枝が多いな。こういう木は軽くしといた方がいいんじゃないかな。結構上の方は元気だね。やっぱりこういう木は。うん、いらんだろここ。小さい芽。今回見づらいんで葉っぱ切り詰めましょうか。よし、こんな感じで全部透かしていきます。ちょっと上の方はちょっと締めとかないと力が持ってこんな、下の方にちっちゃめ、いらん、4枚いいな、よし、こんな木でした、まあ、特に透かしたら減らすとかないと思うんだけど、頭がちょっと重い感じがするのでどうしようかな。ちょっと不規則な枝があるのかな、この奥ちょっと取ってみましょうか、この奥枝ごと、よし、どうだ、あ、良くなったと思いますけど、あ、これな、取っちゃえ、よし、はい、あ、良くなったね、軽くなりました、はい、ちょっとこれも多いけど、うん、ちょっと多いけど、まあいいや、はい、今回はここでやめておきましょう。
はい、もう一本持ってきました。二重鉢みたいになってるけど転がらないようにってことですね。小さな木だったけどな、大きくなっちゃいました。まあね、しょうがないね。小さな盆栽は大きくなるのも早いからっていうか相対的なもんだろうけど、はい、作業に取り掛かります。よし、さあ、目の大きさ的にはちょうどいいかな。ちょっとちっちゃめで、この辺なんか心配になるぐらいの大きさだけど、これ大きいな、この辺が大きいのか。全部ちっちゃくするとね、まとまるっていうのはなかなかな、勇気がないよな。ちょっとハサミがね、切りにくくなってきちゃってるな。すごいね、出すと汚れるの早いよね。黒い粉がいっぱい出てくる。よいしょ。さあ、こんな感じで全部切っていきましょう。剪定作業が終わりました。やっぱちょっと幹の太さに比べて緑が大きくなっちゃってるかな。そう思って少し枝抜いたし芽も外したんですけど、それでもまだちょっと重たい感じはありますね。もうちょい減らしてないとダメだな。それかもうこの枝を落としていって、中段を軽くしてこの辺枝外して落としていく感じで全体を軽快にしていくのかな、将来は。まあ今日はここでやめちゃいますけど、はい、これは来年の続きは来年だな。はい、アメちゃんにこう太なめてるうちに作業が終わりました。これもあっという間に終わりかな。今日はこの木を剪定して作業を終えようかなと思います。ハサミがいるな。よし、終了。はい、この木で今日はやめとこう。仕事に戻ります。